くが、さんい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 くが、好きです。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 大好きだ。広島産育学院は三原市大和町にあってキリスト教教育を行っているボーディングスクールです。米国でボーディングスクールといえば学力だけではなく生活も含めて教育を行い人格形成を目指した全寮制の中学高等学校を意味しています。広島産育学院は日本で100年余りの歴史を持つ数少ない共学のボーディングスクールです。今年は340名ほどの中高生が全国から集まり自立した学びを続けています。産育とは一般に地育、特育、体育の3つの教育を指していますが広島産育学院での体育は奉仕できる身体力を身につけることと位置づけています。これはスポーツによるものだけではなく労作教育や正しい生活習慣を目指した寮教育によって培われていきます。広島産育学院での地域は十分に蓄えた知性を備えることと位置づけています。教科教育だけではなく自然や聖書そして音楽教育などを通して幅広い知性が養われます。広島産育学院での特育は良心的思考性を身につけることと位置づけています。生徒たちは日常のさまざまな役割を分担することを通してまた毎日行われる礼拝、奉仕活動、チャリティー活動などを通して自分に与えられた身体力や知性を正しいことのために用いる姿勢を身につけていくのです。それではこれから産育教育のこの3つの柱をさらに具体的にご紹介させていただきましょう。今年の広島産育学院は32の都道府県から生徒が集まってきています。中には海外からの正規留学生も含まれています。今年の1学期にはアメリカやフランスからの短期留学生が11名滞在しました。寮生活を通してその違いを知り互いに認め合うという姿勢がこのキャンパスには溢れています。広島産育学院の生徒たちは中学校で6割、高校では1割ほどの生徒が全くキリスト教の背景を持たずに学校生活をスタートしています。入学したばかりの頃はそれまでの各ご家庭での生活との違いに戸惑いを覚えることも多く日本にいながらにして留学しているような感覚も味わいます。しかしそこで役割を担い様々な挑戦を続けることを通して自分の中に起こり始めていた変化に気づくことになるのです。生徒が企画実行を担当する行事が多いのも広島産育学院の特徴です。ここでは生徒会のことを研究達成会、略して研成会と呼んでいますが、この活動だけではなく体育祭では企画実行委員が毎年公募されその生徒たちが中心となって実行までやり遂げています。寮においても寮会という組織と選挙によって選ばれた寮役員が中心となって社官の教員と協力して寮を運営していくという伝統があります。大小さまざまな成功と失敗を体験しているということは情緒的な安定をもたらす大きな財産となっています。広島産育学院で学ぶ生徒たちは家族を離れ自分を客観的に見つめる機会が与えられたことで
両親家族への感謝が鮮明になってきます。さらに教職員という最も身近な大人との出会いを通して、人間は信頼するに値する存在なのだという人生の基本的な肯定感を体得できていることは大きな財産です。CMM と呼ばれるクリスチャン医療伝道という授業が高校 2,3 年生に向けて開講されています。この授業の中では年間を通じて多くのゲストを医療現場から講師としてお招きしています。また実際に病院に出向いて実習を行うなどの体験も積み重ねています。産育の現場ではこのような学びを通して自主的に志を立てることを目指した取り組みが行われているのです。このキャンパスには中高男女寮が4つあります。産育の寮生活の根底には型に入り型より入れよという考え方があり、中学校ではまずこの型に入ることを重視しています。そこでは個々人が社会人として良好な関係を築き上げるために自らの癖と向き合わざるを得なくなる場面が多くあります。そして高校ではさらに自分の行動の責任を担わなくてはならないため、自分の取った行動の結果と向き合うことになる場面が多くなっていくのです。広島産育学院では昨年1年間で27名の生徒が洗礼を受けてクリスチャンとなりました。信仰者の理想や原点といった意味で広島産育学院での体験が生涯を通じての心のふるさとともなり得るほどの影響を与えることになっているのです。広島産育学院は以上のような7つの教育を提供することで真の人物を育てることを目指している学校です。幸せは身にまとう条件によって決まるのではありません。あらゆる現実を肯定的に受け止める積極性がなくては生涯を幸せに過ごすことはできないのです。広島産育学院ならばそれが可能です。どんな状況も望みの種に変えていく学校、それが産育です。お子様を一度は産育にお預けください。そして生涯にわたる希望をプレゼントしてあげてください。